やっぱりすごい、浜田雅都タメ口女性タレントへの、まさかの対応、に集まる賞賛。9月3日放送の、ザ、世界行天ニュース、日本テレビ系、で、タレント藤江萌え26が過去に浜田雅都61からかけられた言葉を明かし、話題となっている。写真あり、浜田にタメ口を使った女性タレント。 この日の同番組では、ネットの誹謗中傷やデマの拡散がテーマに、お笑い芸人のスマイリー・キクチ、52、が殺人事件の実行犯であるなどという誹謗中傷被害を長期間にわたって受けていた事件が再現 VTR で紹介された。VTR の合間にスタジオゲストの藤江がネットでのトラブル経験を聞かれ、番組でダウンタウンの浜田さんにタメ口が出ちゃったんですよ。 その後にパッと SNS 開いたら、死ね。一生テレビでんなみたいなと誹謗中傷を受けたことを告白。その次の収録の際に浜田に呼び出され、藤江は、やばい。干される、と構えたそうだが、浜田から、藤江はそのままがおもろいから、それでええからなとフォローをされたのだという。スタジオの共演者たちが驚きの声を上げる中、中井雅宏、52、 は、そういうこと言う人だ。そういうこと言えちゃうんだ。そこだなと感心し、陣内智則、50も、そうやねん、浜ちゃん、いい4年。うまいのよと反応していた。この浜田の気配りに対し、ネットでは、さすがは浜ちゃん、若いポットでのタレントにも懐が深いって。やっぱりすごいよなぁ、と称賛の声が上がっている。また、 浜田の若い頃の芸風が今回のアドバイスにつながったとするこんな考察も、今でこそビッグネームの浜田雅都けれども彼も少なくとも表では先輩たちにずけずけ行くことで今の地位を獲得した面もあり、そんな彼だからこそ真に無礼なのかどうかは他の人より敏感なんじゃないかな。 ハマちゃんは先達の志村さんや昌平師匠にも同じようにタメ口でやってくる方が面白いからそれでいいよって言われてる口だし、今回も後輩にそのままがいいよって自分が先輩からしてもらったことを返したんだと思う。自分が若い頃はバーっと言ってタメ口で絡んで笑い取って存在感を広げてきたからそういうのを売れるために結構大切ってわかってるのかもね。